ウィース。シャムディース。さあ。行きましょう。やり方がわからなくて、ツイッターでみんなに聞いた。このコースやってって。で、お一人だけくれて返事を。よいしょ。やっとやり方わかった。こうだ。いやー、これきついな、ここ。もう罰が俺しかいねえ。ああ、くそ。そこ当たり判定ねえのか。うわあ、よく見ろ、よく見ろ。ここ。はい。そのまま落ちて、ジャンプ。よーし！よーし！いったー！やったよー！よーし！めっちゃ時間かかった。いやー、このタイムでベストタイムになるのかよ。マジか。最初クリアしてた人は、あれだったんだな。もっと時間かかったんだ。一人クリア者がいるんだよね。やったー！日本人初じゃね？これも。ちょっと見てみようか。でもなんか、いっぱい上の方にいてダメそうな気するけど。クリア者いるかなー。クリアフラッグは見えないですね。あった！あー、ドイツの方か。じゃあ、日本人初慣れたんだ。やったー。いやー、よかったよかった。クリアできました。ということで、今回はここで終わりたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。想像以上に時間が余ってるので、まぁ、ちょっと多数感じでやっていきましょう。このコースで疲れるか疲れないかは、あなた次第。とりあえず横に長そうだったけどね、だだっ広い感じなんすかね。よっしゃー、よっしゃー。まあまあ、これくらいの連打力は許容範囲ですね。平成の高橋名人とか呼ばれてるんで、自分。日本語が、ブロック回しそこに P を置け。ブロック回しそこに P を置け。ブロック回しそこに P を置け。はいはい。あ、やべ。終わった。ですよね。ちょっと待ってね。これ結構難しいな。ちゃんとここに置く。で、ブロック回し、そこに P を置き、くるくる終わってまた回すと。おお、なんか落ちた。おお、そんなことできるんだね。こういうのを見つける人が、見つけるのすごいよな。毎回さ、思うんだけどさ、
ゲームのバグ技とかさ、あれ、どうやってんだろうね。どうやって発見してんだろうな。たまたま見つけてんのか、それとも、実は運営とか公式が、それと長く流して、あれしてるのか、公表っていうか、露見させてるのか、どっちなんだろうな。うおぉ気持ちいい。しかもいなくなっちゃった。すげえ、あんま大きな声出せないんだけど、ついつい出ちゃったよ。いいね、このスピード、ビャーンってやつすげえ好き俺。はい。なんでそんな 0.4 秒も速くなるんだ。もう一コースくらいかな。No fire. No fire flower. Super Mario Maker. 的なノリで。物落とすんか。よっしゃーイエスイエスイエスイエー全然簡単だったこれは100人マリオ普通、いや優しい、いや普通で出るくらいかな。地面が穴開いてるからな。7秒、ソートオブクレアシップ Don't press and see。 これ面白そう。何も押しちゃいけないんでしょ？あ、この人見たことあるな。あ、あれか、Pスイッチ押すとかじゃないんだ。俺がボタンを押すなってことなんだ、これ。死んでるけど、でも。Don't press。あ、あれが取られてしまった。じゃあ、ここを取りに。反逆みたいになっちゃった。そこまでわざわざスター入れるのか。偉いな。よいしょ。ゴールはしたけど、もうなんかよくわかんなかった。なんかよくわかんなかった。ごめんなさい。時間もいい感じかな。うわぁ、でもこれ気になるね。クッパの怪しい要塞。これやって終わろう？じゃあ。すげぇ。よくあんな、ぶんどきとか言ってた。あ、この人知ってる。あ、俺過去にやったことあるかもしんないわ、これ。いや！ないかも。これ作りがすごいよね。これさ、この下の鉄線表してるやつ。ほんとこういうの、やる人ほんと好き。ほんと好き。やっぱりね、構成の難しさももちろん大事だと思うけどね。遊び心っていうか、見せていくっていうのかな、コースで。その見せるじゃなくてさ、色彩的に見せていくみたいな。コースの芸術さみたいなやつをさ、出してくれるからさ、いいよね、この人は。あと、あの人、名前出てこないや。4色の白の人。やっぱそこだよな。ただただ、コースを作るだけでなく。見ても楽しい。やっても楽しい、コースを作る。本当にもう、素晴らしいとしか言いようがない。自分は絶対一生その領域には達せられないわ。作る方は本当にセンスがないと思う。やる方はまあ慣れでなんとかなるようなところがあるけど、作るのばっかりはね、あれは本当に時間がかかるからね。このコース作るのにも相当時間かかってるだろうからね。コース作ってる人に本当に敬意を持って接したいよな。それがいわゆるさ、コメント欄とかでたまに見ることのあるクソコっていうやつだとしても、それでもやっぱり称賛すべきとこは称賛しないとね。本当にコース作るっていうだけですごいから。クリアしてる人にどうしても焦点当てがちだけど、実況プレイ動画は作ってる人こそが本当に至高なんですよ。神なんですよ。その人たちがいなきゃ動画投稿してる人たちは成り立たないわけだからね。敬意を持たないと。いやー、いいコースだ。もっと全体像見たいけどな。どうしても限界があるからね。
はいはい。ではでは、今回はここで終わりたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。